Manchi clan, a group of Japanese ninjas known for their unusual powers, maintained neutrality even as their country was embroiled in civil war. Fearing their strength and their defiance, the nation's chief warlord ordered every man, woman, and child be killed. However, one survived, Yoshimitsu, next in line to succeed the chief and a master swordsman. He single-handedly took on the warlord's army, dealing them a hard blow, but they eventually overwhelmed him, severing his right arm. Despite the countless pursuers sent after Yoshimitsu, he vanished without a trace. That is until one day, an agent for the warlord received word that Yoshimitsu had been sighted. ここが奴の潜伏場所だと。確かにそういないのだな。へえ、人相書き通りの顔で、腕も作り物でした。このような山奥に逃げておったが、だがこれでやっと殿にも良い報告ができるというもの。ん？逃げたのではない。お主とは二人で話がしたくてな。何者だ？この気配、化粧のものか？久しいな、下道に王府の畜生いる。己はまさか義満だが、その姿は。何時らへの憎しみが我が身を鬼となしたのだ。さて、今度拙者が質問させてもらおう。お主らが探すソウルエッジとやらについてな。貴様に教えるわけにはいかん。
の剣について教えてもらおう。さあ、我が刀を見るのだ。あれは姉さんが商売敵をおびき寄せて殺すために作った偽物。そこまでだよ。次から次へと。今日は役日だね。お主が噂を流した張本人か。本物のソウルエイジについて知ることを全て教えてもらおう。姿が化け物め、あんたたちこいつを畳んじまいな。そうさ、私が知ってる情報はそれだけ。とはいえどれも噂話だからね。確かなことって言ったら。噂は西に行くほど増えていると。疑うって言うならその変な術でも使ってみなよ。ところであんた、金には困ってないかい？いい話があるんだけどね。少子、この身を鬼に返じようとも悪党とする取引などない。我が前からうせよ。坊さん、随分と荷物が重そうじゃねえか。それを置いてって楽になるか。これは御仏の教えを記した経典。心は満たすことができても腹の足しにはなりませんよ。御仏だ？はっ、この世に鬼も仏もありゃしねえ。いるなら今すぐお前の命でも救ってもらうんだな。ひゅう、なんだてめえ、どこから現れやがった。
地獄。危ないところをありがとうございます。その剣さばきと人助けの心、あたかも武侠小説の交換のようでしたぞ。ざれ言、ただ抵抗もせず死にゆくお主を憐れんだまで。そう言って実引き裂き、パルギア神への供物とするのだ。神官クンペト空の先兵が手に入れる隙を伺っている。最後にと、そのナイトメアとやらはどこにいる？やつはヨーロッパのオストライン。私に何をした？何？術後秘徳を漏らすとは何たる不覚。パルギアよ、我が身を汝に捧げまする。死に幸いあれ。刀が悪意を防ぎ曇りきっている。術を使いす
か。ここも奴の仕業か。無残な。どこが堀の海。人なら所業の数々の目に余る。一族の仇を討ちたいと思う気持ちは今も変わらぬ。だが、それでは拙者も青騎士と同じなのではないか。それでいい。無念の死を遂げた同胞たちは喜ぶのであろうか。我が刀と同じくこの心も曇っているというのか。いいな、我が復讐の炎を絶やしてはならぬ。ならぬのだ。この邪気はあなたの気配だったのですね。あなたもソウルエッジを求めてここに来たのですか。いかにも我が一族の無念を晴らすために必要なんだ。娘よ、ソウルエッジについて知っているのならば教えてもらうぞ。不思議な力を持っているのですね。でも聞きません。私には神とあの人の加護があるから。あなたが邪悪な力を追い求めるならば、私はそれを止めさせてもらいます。Yeah.
伐木し でも、あなたの剣から感じるのは、怒りだけじゃない、悲しみ。そして、迷っている。うん？お主も心を読む術を。そんな力はなくても、ちゃんと目を見て、声を聞けばわかります。復讐、それがあなたの本当の望みなのですか？何を知ったような。答えられないのですか？私はあなたの心を通っています。わからぬ。もはやわからぬ。いけない。その剣を早く手放して。Yeah!
甘いつかまつる。おい、お主は血を求める剣気ではない。お主には別の生きる道がある。汝の名は義満。世と世を沈まれ。が戻られたのですね。ここは、そうか、お主はかたじけない。自分を責めないでください。いや、拙者は弱かったのだ。己の生きる道を見失い、誰かの死を願うことで生きようとしていた。それが新たな自分を生み出すことだと気づきもせずに。拙者はこれからは仁義に生きよう。弱者を守り、悪しきをくじく。自分と同じようなものを二度と生み出さぬよう作るために。それこそが皆の無念を晴らす弔いの戦。万事の一族よ、我が戦いを将願あれ。The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history.
Thank you.
Thank you.
Thank you.